前が見えんのせやろ。最初からそんなに掴んでる。確かに。やっぱり女優は違うね。もう見てるね。最初から。いや、どうぞ。寒いな。ああ、世話が焼けるな。そうですね。大きくとします。行きましょう。サウリを乗っていきました。小田さんも乗ります。寒っ。よいしょ、オッケー。寒いな。ちょっと動画撮りますよ。開けたらどっから聞こえるの。マッキー後ろやのにと思ってよ。はい、9時16分、西島駅到着。今日はここから縦走しながら鶴木座を目指したいと思います。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。お互いに取り言うけど。ありがとうございます。はい、9時21分、そしたら西島駅から今日は石の森ヤリード鶴木バイク行きたいと思います。今日のパーティーは、はい、3人、いつもの安定の3人ですね。はい、サブリーダーお願いします。お願いします。小田さんも、はい、山崎さんも、はい、じゃあ行きましょうか。はい、あり、はい、9時24分、登り始め4分。何してるんですか。ヤマピーに鉄道ともろて、うん、初めから出しちょけや。そう、長いよ。いけるかなと思ったらいけんかった。後ろのサンレーがめっちゃ綺麗や。小田さんが震え上がる気よ。行きますよ、ならもう。はい、9時33分刀掛けの松到着。いいペースです。っていうか早い。そうです、お疲れです。2人遅れてます。ぬくもらん、寒いないですか。寒い、寒いね。やっぱり汗も出んの。それはめっちゃ暑い。この温度差よ。暑いよ。はい、刀掛けの松到着ですよ。懐かしい。言葉に甘えてたら。もうちょっと休もうな。ごめんよ、なんか吸いたくなかったタバコを今から無理やり吸わさなされてよ。ねえ、本当に。したくもない一服今からするがやきよ。そうそう、吸うつもりもなかった一服。初めてや、強要されたから。そう、一服したらあって。ヤマピーごゆっくりと。ああ、自分のやつみたいだけじゃん。早押すで、早押すでしょ。いやいや、早押すでしょ。もう、はい、9時38分、そしたら石の森の方に入っていきますよ。はい、行きます。何、さっきあの声かけていただいた方からインスタでメッセージが来ましたよ。さっきあの記念撮影するのをちょっとむずこい言うて反省してますみたいな文章やけど、よかったね、サブリーダー。そうやね、ま、お前むずこいらしい気よ。私の顔むずこくない気よ、どう考えたって。はい、よかったよかった、よかったよかった。さっきのよかったけどね。で、荷物はぶっとけ勝手に。はい、9時45分、
ここはおなじみのサブリーダー覚えてますか？覚えてないよ。鶴の舞へ、あちらになります。鶴の格好した木ですね。あ、ちょっと向こうで確認してきて。おい、どれが鶴の格好だ。いや、あの木やけど確認してきたよ。どう、待ってやってみて。まあまあまあ、入ってきて入ってきて。山ピー、鶴の格好ってどんなの？違う、鶴の格好しちゃう。向こう、向こうがちょっとすごいよ。いい景色らしい木よ、うん、みんな行く気。でもあの木が鶴のほら羽を広げた過去に20でしょ。松がね、松かな、あれ。どれのこと？その木よ。え、うん、その向こう、その向こうよ。もちろん枯れちゅう木じゃないよ。羽を広げたように見えるの。あ、ほんまやね。近く来たら分かる。早く来て来て、近く来て来て見て。じゃあもういいっすか。何が？それで。いや、強くないよ。お疲れ様でした。結局みんな生き生き、僕も行くよ。俺一人になるが嫌やきよ。最低。あいつ最低とか言わんな。そういうことだよね。鶴の舞ね。鶴の舞してくださいよ。鶴の、大体鶴ってどんなん？こんなんよ。さあ、そうそうそう、それでちょっと片足で負けたら、それ鶴かい？わからん。わからん。ねえ、景色も最高やね。最高やね。小田さんどう？ええよ。感情ないやん。冷やき動く？手が冷たい。いや、北海道あるで。俺もあるで。あるで、まあ、まあまあ。そんなに寒い寒い言うやったらよ。温まってもらいたい。聞きたくないってこと？そう、聞きたくない。そんな言葉聞きたくないってこと？早く温まってくれ。だけど大事なことやけど、自分の状況を言うのは。そうやね。けど手袋いらん、手袋やないわ。北海道いらんって言われた。うん。うん、まあ行きますよ、ほんなら。はい。はい。はい。10時4分。荒吹川の源流やったっけ、これ。の滝？そう、谷やった。荒吹川源流の谷でございます。どうですか？なんて言いました今？素敵。はい、10時12分、小休憩。さっきなんて言った今？何が？いや、まあ、元気としては土砂弁。にゃー。水飲みならにゃー言うたら水もこぼれよったで今。ねえって言うたつもりだってこっちは。けどなんかしたけどにゃーになっとったかよ。さすが八金ですな。今日は全然脱がんね。寒い。ね、いや今暑いぐらいよ。うん、我慢で。けど脱ぐほどじゃないかもしれない。またスッと着ないかになる気よ。なるほど。ね。脱衣の着衣のタイムやね。そうそうそう。ね、それはさすがにね。じゃあもう期待してますんで言うてくださいね。うん、期待しちょってね。はい。サブリーダーそういや昨日ゴルフ行っちゃったかでね。ゴルフ行っちゃった。ね、うん、どれバーで回ったか。目標は目標聞いてない。どれまで回ったか。何がスコアの話を。目標は目標は聞いてないけど。え、何分で回ったか。149。よかったですね。3回目やき山まさやね。うん、けどよ、うん、俺が言いたいがそこじゃなくてよ、うん、昨日朝早うから来てよ、うん、ゴルフで行ってよ、うん、今日も来るってよっぽどお前山好きやにゃん。どんだけ山好きなの。思うとより、うん、まあまあね、山で疲れてなかったかよ。うん、まあそらそらね、これは山行きまして。一人打ち上げして。すごいね、お前。打ち上げ行くかと思ったらみんなで、みんな疲れちゅうきちょっとないね、みたいになって、忘年会で以外ないってなってよ。ほんなら、ほんならもう次の日の山行っちゃう？参戦しちゃうみたいなノリになってもらうよ。つぶきながら行けるかって。なめちゅうろ。さすが山好きですわ。いやいや、だってほらね、
ロープウェイじゃないわ、あれ何やったっけ、リフトね、うん、リフト、リフトやったらまだね、いやお前すごい、リフト使わなかったら難しかったけど、今日お前すごいわ、うん、お前ほどの山好きはおらんという話でした。好き者です、好き者でした、好き者や、ね、一番の好き者ここにいました。ほんまはい、10時33分分岐、もう樹郎儀も綺麗に見えた、はい、10時41分一の森ヒュッテ到着、ちょっと休憩しますか、はい、はい、10時52分そしたらゆっくり休憩したんで行きますよ、はい行きましょうか、おっす、こっちの稜線もめっちゃ綺麗やね、で何より右を見たら次郎牛、奥に剣と、めっちゃ綺麗ねここ、最高やね、最高やね、この稜線よ、はい、11時27分槍戸山到着、景色は最高やね、次郎牛剣、お疲れっす、お疲れ、やったー、1820m です、やったよ、いしょ、暑い暑い、はい、そしたら11時34分引き返していきましょうか、一の森までが多分40分ぐらいですね、ここからコースタイム、はい頑張っていきましょう、槍戸山でした。この間まで、間違った名前で呼べたっけ、恥ずかしい限りやけど、ここで訂正しとかないかんね。槍戸山、槍戸山でした。何戸山になったの、クラド山に逃げた。クラド山。老眼が過ぎたからこれ、見えてなかったみたいな。老眼がひどい。ほんま。錯覚いけないね。老眼いけない、よく見るよろしや。失礼しました。頑張れ。って言われんがやって、登山ガイド教本には教本には頑張れとかって言わん方がいいですよって書いちゅうがよ、頑張れって言ったら頑張りすぎる人がおるき余計リスクが高まる気は危険な、だからもうちょっとですよって、いいペースですよ、いいですね、もうそこですよっていうのが本当らしい、そう長いけど大丈夫、私頑張りすぎる、そう、これを言いたかったのは何でかって言ったら、お前は頑張れっていう話。まあまあそういうことやろ。うん。頑張りすぎんけど。そう。お前サボりすぎる気。はよ、頑張れはい。12時17分。一の森。1879.2m。到着。景色は、剣も見えて、隣に樹郎牛、相変わらず綺麗です、さっき行っちょった槍戸山も見えてます、お疲れ様です、最高ですね、マジか、何があれを登るかかと思って、うん、ラストを登るよね、あとちょっとお前は頑張れ、頑張りすぎろ、ノーライフ、ノーササっすか、うん、もちろんで、ササなしじゃ生きられない、はい、12時26分分岐まで
帰ってきました、今度はこれを左に行って二の森の方に行きます。はい、12時36分二の森到着。ここは二の森です。お丘ですけど、サブリでお疲れ様です。もうちょっと見え中、じゃあ通過しますよ。いやそら通過やろ、こんなくただの丘やもん。はい、目指す4つ目のピーク、剣、あそこに見えました。二の森の頂上やろ、もうちょっとです、ね、頂上で撮っ、はい、予定通り二の森通過しましたが、サブリはどうですか。いやちょっと足が動かんね。疲れてますか。疲れ中、めっちゃ、うん、まあけどもう見えてるんで、ね、あとちょっとで昼ご飯ですよ。早よつかんと、小田さん今以上にね、イライラし不機嫌になる気ね。そう、本当小田さんがもう寒いやら腹が減ったやらね、喋ってくれんきよ、うん、何か与えないかん、与えないかんって。ちょっとうどんって言ってます。うどんって言うね。そう、うどんを与えないかん。カレーうどん与えよ。ねえ、はよ、うん、もうしまっちゃったらいいのに、面白いって。いか、怖いな。怖い。怖い怖い。もうね、怖い怖い。よっしゃ、うん、頑張ります。はい、頑張ります。はい、1時木道まで登り返してきました。ピークはあそこ見えてます。さっきご飯にしましょうか。はい、1時3分剣山頂上ヒュッテ到着。ご飯食べましょうかね。はい、よかったです。秋内中です。ただいまの気温は、ただいまの気温は分かりません。見えん、これ。はい、1時33分お腹いっぱいになりましたね。カレーうどん美味しかったですか。めっちゃ美味しかった。ここは最高やね。ここ最高。はい、じゃあピーク行きましょうか。はい、ひどいにゃ。はい、1時39分剣山1955メートル到着。到着しました。西日本第2位の高さです。ついに景色はついさっきからガスが出だして残念。次郎牛さっきまで綺麗見ようたのに見えなくなっちゃいました。こちらもギリギリ、あ、ガスがかかって駅宇都の丸、丸笹の方はまだ見えるか。さきちゃんもいます。さきちゃんもちょっと見せて、かわいい。さきちゃん来ました。みんなでこれから小田さんは僕たちが守っていきます。OK。 はい、きれいに次郎牛の稜線をバックに取ってるつもりのガス。イエーイ、最悪でしたね。10分遅れ。こっちはちょっと幻想的にきれいなんだけどね。カレー食べ方見えちゃったね。小田さん機嫌悪くなっちゃったからね。そりゃ言えてるわ。さっき来ちゃったよね、こっちにね。まあ下山しましょうか。はい、そしたら1時42分下山開始、降りていきますよ。まあ途中でガスが晴れて見え出したらまた写真撮ろうか、うんうん、2度目の展望所とかでね。 OK、 行きましょう。はい、2時、分岐まで降りてきました。ちょっとガスがまだ抜けきれてなくて自動機見えません。次郎牛も見えないんでそのままトラバースして帰っていきましょうか。はい、こっ
っちは綺麗なんだけどな。ほんま綺麗やね。はい、2時6分、二度見展望所ですが、二度見ができないぐらいガスに隠れてます。二郎牛通過しますか。はい、もう見えないんで。はい、はい、通過。残念。温度が違う。ねえ、ぬくいね。ぬくい博士。はい、これ何。これはですね、これ何、キレがないね。今日も名前も言わんや。剣山しだれキノコ。剣山しだれキノコ。キレがないね今日も。だけ。もう言い直しすぎて何かわからん。正式名称は剣山しだれキノコだけでした。ありがとうございました。なんかしだれてるみたいな。しだれね。ですって。はい、2時25分休憩所到着。着きましたよ休憩所。すいません、お邪魔します。別名ウチンク。別名ウチンクやき、寄っていきや。失礼します。もうか壁も飛んでしもうてこんな感じになっちゅうけんど。まあ適当に座って、うん、掃除中やったみたいで。お邪魔します。お手伝いさん帰っちゃうみたいなね。掃除 ほっぱくってね。ほっぱくってどういうことやお前。おかしい。話もいいしね。そうやろ、壁吹っ飛んでしもての。しゃあないわ。最高やね。小田さん冷やすか。冷やす。じゃあもう降りますね。降りましょう。短い時間ですけどお邪魔します。お邪魔もとんでもない。また来てや。はい、また来てや。はい、行きますよ。お茶でも出してもらいたい、ね。出したらよかった。はい、2時35分西島駅まで帰ってきました。ガスがだいぶ出て景色は見えにくくなってきました。もう一気にリフトで降りますよ。はい、もう降りるけどちょっと荷造りさせて。荷造り、上を着たりとか寒い気。あ、着るがや。着衣タイム。着衣タイムさせてや、うん、はいよ。サブリーダー、はい、今日は、うん、脱衣タイムの代わりに、うん、着衣タイム。着衣タイムがいるかい。来ちゃったね。全然良くないね。来ちゃった。脱衣の方がやっぱええわ。あ、私俺、うん、ごめんなさい。別の意味に聞こえる。来ちゃったあ、そっちね。それええね。迷惑なやつ呼んでもらえないのに。来ちゃったって。帰れよ。おいおい、呼んでねえぞ。帰れよ、はよ。いや、迷惑な話。終わりましたか。終わりましたか。終わったよ。ありがとうございました。よし、サブリーダー怖いんすか。怖いよ、降りるのはちょっと。こっち向いてください。無限、うん、右上に見えるのが丸里です。あれやろ。そう、左に見えるのが遠野丸。これそう、三霊はガスで隠れてます。オッケー、最高だぜ。はい、2時52分着きました。ゴール。お疲れです。さっきどうぞ。お疲れです。お疲れです。小田さんお疲れです。お疲れ。お疲れでした。お疲れ様です。山っぽ切らないか。